どうも、投稿者です。この日はルヴァンカップ、ファーストラウンド2回戦の試合日です。コンサドーレにとっては、この日がルヴァンカップ初戦となります。ルヴァンカップは今年から大会フォーマットが変わり、昨年までの J1 リーグ18クラブプラス J2 リーグ2クラブが参加する方式から、J1 から J3 までの全60クラブが参加する大会になりました。3月に行われた J2、J3 クラブが登場するファーストラウンド1回戦の結果、コンサドーレの対戦相手は J3 のアスルクラロ沼津に決まりました。ファーストラウンドまでは原則カテゴリーが下のクラブが試合を主催することになるので、今回は沼津のホームゲームです。沼津は静岡県の東部に位置しており、首都圏からも行きやすい場所です。ということで今回はレンタカーを借り、一般道を使って沼津へ向かうことにしました。11時に埼玉県内を出発し、都内で渋滞に巻き込まれながらも4時間弱で静岡県に突入。そこからさらに静岡県内を西に進み、試合開始2時間半前にこの日の試合会場である足高広域公園多目的競技場に到着しました。試合開始2時間前17時になり入場が始まりました。ゴール裏エリアはコンサドーレサポーターにとっては近年お目にかかる機会がほとんどなかった芝生席です。投稿者にとっても芝生席でのサッカー観戦は2011年の函館千代田第2愛でした。試合開始までまだ時間があるのでスタジアム周りをうろついてみましょう。メインスタンド前にはスタグル屋台が立ち並んでいます。さすが沼津とだけあってスタグルのメニューにはしらす丼も静岡おでんもあります。どちらを選ぶか非常に悩ましいです。結局散々悩んだ激しらす丼を選びました。とても美味しかったです。フィールドプレイヤーに先立ってゴールキーパーが試合前練習に登場します。この日のゲームキャプテン中村東也を先頭にフィールドプレイヤーも登場。コンサドーレ、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 俺たちの誇り赤く黒の勇者、
うわー、どれ？
戦え赤と黒行こうぜ俺たちとこの手で
ということで、今季初の現地参戦となる沼津遠征を見事勝利で終えることができました。新年度早々に有給をぶち込んで沼津まで行った甲斐がありました。さて、来月からは首都圏エリアでのアウェーゲームが始まります。今年の首都圏エリア開幕戦は5月11日の川崎戦。開幕から絶不調を極めたコンサドーレですが、そこは脱しつつあるので、まずは降格圏を脱し、さらに上の順位へと上昇していきたいところです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いします。次は轟でお会いしましょう。